こんにちは、吉シさん。なんかね、昔は悪かった自慢ってありますよね。まあ、これは大きく2つに私は分かれると思っていて、昔は悪かった自慢の代表格ですごくうさんくさいのは、昔はやんちゃしてましたっていうね。このやんちゃっていう言葉を使った限り、はったりだなと私は思うわけなんですよ。まあ、そもそもね、自分が悪かったことを自慢して、いいことって全くなくって、昔暴走族にいたんですっていうやつね。なんかちょっとね、気持ち悪いなーっていうところもあるし、まあ、 昔を誇りたいってことは、今どうってことないのかなと思っちゃうわけなんですけども、うんなんかね、人の過去ってのは、うん聞くは無作法、語るは無用というふうに言われますけども、まあ、昔は悪かったけど、今はちょっとおとなしくなったんだよ。俺ってすごいだろうっていうのは、うんまあ、ちょっとね、いまいちかなと思います。まあ、お前が言ってるだろうって私言われそうですけども、まあちょっと言ってるかもしれないですね。はい、で、もう一つの悪かった自慢は、昔は成績が悪かった自慢ね。 これは私も自信を持って言えます。私も成績は悪かったです。あの、高校生時代の標定平均値っていうのが5段階で2.3だったんですよ。少なくとも私の行っていた高校は進学校ですから、3.5以上を確保しないと、大学入試の相談室にはもう来ちゃダメってことになってたんですよね。ですんで私は一応ね、大学進学希望していたんですけども、標定平均値2.3なんで、 えー、大学進学進の相談には全然乗ってもらえないってことはその大学進学のためのね内心書を書いてもらえないってことなんで私はその時点で1年間予備校に行くことが決まったということなんですよね、えー、当時予備校武器みたいなねドラマも流行ってましたけどもあのお金がないの小田裕二さんが出てたですね予備校武器を見ながら私は1年間代々木ゼミナールに広島から岡山まで通ったということになりますね で、おかげさんで大学には行けたわけですけども、私の大学に行く、その、目的っていうのはね、合コンがしたかったと。モテたかったと。とにかく大学生は、ハッピーバラ色レジャーランドなんじゃないかなと思って、まさにね、そういった4年間を過ごしたということなんですよ。しょうもないでしょ。で、その後、なんとか、地元の、 企業に就職して、それもまあ7年弱で辞めてね。で、今に至るわけなんですけども、何をやってもめんどくさくって、何をやっても本気になれなくて、何をやってもサボりたくって、ここまで来たわけですけども、今は究極にサボってる時かなと思います。で、サボる時に重要なのは何かを頑張らないとサボる余裕ができないってことなんですよね。ですので私はネットビジネスを10年ほど前にね、スタートして、これが一番サボれるなと考えて、まあ以来ね、 YouTube で言ったら3万本以上の動画を出してるってことなんですよ。だから YouTube で3万本以上動画が作れれば、いろんなことがサボれるなっていうのがね、今の時点で振り返って思うことかなと思います。はい。昔は悪かった。こんなとこでよろしいでしょうか。